年ぶり、はい、2回目ということで、またね、この3年の間でいろんなことを、それぞれが、経験し、感じながら、今まで生きてきたと思うんですけど、なんかまたこういうふうにして、交わることができてね、本当に幸せに思っております。新しいペアも入って、なんかね、バタフライ効果のようにね、どん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 作品が大きくなっていったらいいなと思っております。非常にまた新鮮な気持ちで演じていきたいなと思います。楽しみです。まあ、久しぶりに台本を読んだときに、前回のときとだいぶ作品の印象が違うなっていうのが、自分の中でも印象的で、こう最初にトーマスに対して感じたことと、またこう3年ぶりにトーマスに会って感じることっていうのが少しずつ違って、なんかまた新しく作品を作るその過程がすごく楽しい稽古でした。まあ、去年も一昨年もクリスマスが来るたびにちょっとこの作品のことを思い出したりとかして、見に来てくれたお客様がこういう時期になったら思い出してもらえるような作品に、心に残る作品になったらいいなと思っておりますので、選手団まで応援のほどよろしくお願いします。アルビンという役が本当にある種ピーターパンのような、なんかそんなようなこう感覚を僕は持っていて、心が大切に演じていきたいなと思いますし、この作品はすごい見る人によって捉え方だったりとかすごい違って見えたりとか、同じ人でもタイミングの違いが全然こう捉え方が違う作品になるなと思って、すごい魅力を感じています。その魅力を伝えられたらと思っています。よろしくお願いします。とにかく緊張してますこの2人のペアの違い性だったり感じ方の、このストーリーオーバーライフ物語の違いみたいなのも、お時間ある方は見比べて楽しんでいただけたらなと思いますし、まあ、僕自身には、ね、初めてこのストーリーオーバーライフという作品に参加させていただきましたけど、やっててやっぱすごく心が何回もこう震える瞬間っていうのがすごくあるので、まあ、そういったところを皆さんに感じていただきたいなと思っております。ぜひ劇場でお待ちしております。この作品は2019年に初演、日本で初演をして21年に再演で、今回3回目なんですけども、やっぱりこう毎回戯曲は同じで、楽曲はもう同じなんですけども、やっぱり毎回ペアごとになんか違う表情になるような作品で、2回目の、太田さん、牧島さんチームは、まあ、初演に比べてよりこう解像度が高く深められていると思いますし、また山崎さん、小野塚さんチームは、まあ、新しい風を入れてくれて、まあ、やることが本当に、ね、多くて、歌って踊ってお芝居して大変なんですけども、そこにすごくあるエモーショナルさと繊細さを持ってこの作品に向かい合ってくれているので、それぞれ楽しんでもらえたらなと思っております。そうですね、もう結構僕も思ったことを言われちゃったんですけど一つ挙げるとしたら、アルビンとキャンプ場でキャンプファイヤーやるシーンですか。やってないですね。やる前の前のって楽曲は。やらないです。やらないです。やらないです。トーマス、嘘つきみたいな。トーマス。アルビン役の音本裕です。いよいよ初日なんですけども、もう2人ともすごい緊張して、でも楽しく、終われるといいなと思っています。頑張ります。こんにちは、トーマス・ビーバー役の牧島です。緊張してます。誰か助けてください。はい、以上です。頑張ります。終わりましたね。いや打ちのめされましたね。打ちのめでもなんとか独特な緊張感ありましたけど、ありましたね。まあでも集中は、ね、そうね、集中してなんとか必死に紡いでという感じで最後までついて、ね、何か伝わってたらいいなと願うところでございます。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、明日からも公演が続きますけれども、よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。ではまた。はい、いよいよ、ストーリーオブマイライフ初日でございます。いや緊張しますけど、とにかくね、2人で作る新しいストーリーオブマイライフを皆さんに届けられることってのも楽しみなので、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、初日
行ってきます。緊張してますが頑張ります。はい、初日が終了しました。いかがでしたか。いや、めっちゃ緊張したね。めっちゃ緊張しましたよね。したけど、まあ、うん、でもいい初日だったと思う。そうですね、そうですね。俺ら意外と本番強いタイプ。ちょっとやめてください。自分で一番恥ずいです。ここからあの、ね、ちゃんとそういうのなく、そして今のお届けできるよう頑張っていきたいという感じですね。はい、はい、ということで、明日も早いですからね。そうですよ。寝る時間なんで。早いな、だいぶ。はい、ということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。